それでは早速お伝えしていこうと思うんですけども、皆さん GoToEat 使われてますでしょうか今こちらの GoToEat キャンペーンですね。まあもうタイトルにもあった通り、近々終了するかもということで発表がありました。まあ、ちょっとこれについてはね、公式ページを見ながらお伝えしますので、ぜひこちらを見てください。はい、ということで早速農林水産省の GoToEat のキャンペーンの公式ページですね。まあそれを見ながら実際にどんな風に記載があるのかというのを見ていこうと思うんですけども、 ま、ここですよね。2020年の11月13日ということで、GoToEat キャンペーンは飲食業の需要を喚起し、食材を供給する農林漁業者を応援することが目的としています。このうちオンラインサイトを通じて、ポイントを付与する事業については、ポイント付与を開始した10月1日以降、早期に飲食業の予約、来店を拡大して需要を喚起してきましたということですね。まあ、元々の目的はここですよ、と。そして、今までこんな風にやってきましたよ、ということで。 で、重要となってくるのは次のところですね。本キャンペーンによる予約状況については、毎週農林水産大臣の記者会見等を通じてお知らせしたところではあるんですけども、直近の予約状況は11月、 11日時点で5000万人以上の予約、ポイント不要額に換算するとなんと400億円分以上となりましたということですね。そして近日中には予約が予算616億円に達する見込みであり、各サイトにおいて近日中に順次、 GoToEat キャンペーン、GoToEat のポイント付きの新たな予約はできなくなりますので、あらかじめお知らせするものであります。ということでしたね。ま、あ本当ね、まあ、ちょっとこれ僕の動画の、GoToEat の動画の、まあ、少し前の動画ですね。今こちらに出てると思うんですけども、その時の動画でも早期終了がもしかしたらあるんじゃないかなというふうに、少し予想はしたんですが、それが今回ね、まあ、GoToEat のまあ公式がもう発表したと、まあ、公式というより農林水産省がまあ発表 したとといいうことでございました、まあ本当いつ終わるのかなちょっとハラハラしてたんですけども発表されてちょっとショックではもちろんあったんですけども、まあ、むしろ公式がこんなふうに前もって言ってくれるっていうのは、まあ、まだまだ良かったのかなっていうふうに思っておりますまだ全然使い切れてはないんですけどね で、やっぱりこの GoToEat が盛り上がってる理由の一つっていうのは、やっぱりそのメディアがすごい取り上げてくれてるっていうのはめちゃくちゃ大きいのかなというふうに思います。まあ、特にね、一番もう早い話で言うと、まあ Go to Eat、GoToEat でまあ、問題あったのは鳥貴族の問題とかありましたけど、まあ、その後にね、あの e パークオンライン飲食予約サイトの e パークを使って、あの、くら寿司ですね。くら寿司に予約をすると。それでま、あ無限くら寿司が可能になるということですね。まあ、そのくら寿司ですね。僕あの、まだ実は GoToEat キャンペーンが始まって、あるいまだ 全然1回も行けてないんですよ。で、しかも。まあくら寿司まだ人気な理由ってもう1つあって、あの鬼滅の刃とコラボしてるって言うこともあって、それで今すっごい人気なんですよね。なので、まあそこら辺がちょっと落ち着いたら、まあくら寿司普通に行こうかなという風に思ってます。ちょっと行けなくて悔しいんですけどね。 もう少しですねちょっと続きがありましてここですねこれまで予約飲食により付与されたポイントはその多くがこれから利用されていきますということですね、まあ、実際に10月1日から始まって約1ヶ月半ぐらいなんですけども、まあ、僕自身もいろんなグルメサイトを使って予約しているので、まあ、いろんなサイトにポイントが残っているんですが、まあ、それが今からまあ順次使われていくとでそれに加えてですねまた12月1日までには全ての都道府県で食事券の販売利用が開始されますというふうに出ております、まあこれ これはあの、プレミアム付き食事券のことですね。まあ僕自身なんですけども、福岡県はまあ実際にも販売は確か開始されてるのかな僕はその予約をして、一応その入金発券期間というのがちょっと後なので、まだ実際に手元にはないんですが、まだそういった僕みたいな人たちもそうなんですけども、実際に購入して使い始めるっていうのが、まだまだもう少し先の方の話になりますよというふうにも今出ております。まあしかもまだ実際に始まってないところも結構あるみたいですね。ちょっとあんまり詳しくはわかんないんですけども。 で、本キャンペーンによる飲食業の需要喚起は食事券とともに来年3月末のポイント利用期間まで効果が継続していくことが期待されていますということですね。まあ、実際に GoToEat 自体もね、期間はもう少しあるので、まあ、それまでの間にね、まあ、使い切るであろうというふうに言われているということですね。まあ、実際にこれは絶対使い切った方が本当にいいですよね。500円でも1000円でもすごい大きいので、まあ、使い忘れのないようにね、全部使い切りたいところではあります。 で、最後にちゃんと出ておりますね。消費者の皆様におかれました本キャンペーンの趣旨を踏まえて、来店可能な日を予約していただくようにお願いします。まあ予約、まあキャンセルしないでねっていう風に出てますね。また引き続き、感染予防対策をしっかりと実行していただきながら、食事券とオンライン上のポイントを使用して、飲食業の需要を喚起するとともに、食材を供給する農林漁業者に対する応援をお願いしますということですね。まあほんとね、本来の目的であるね、飲食店であったりとか、農林漁業者がね、すごい盛り上がって ってくれればね、まあ、今後のの、まあ、外食産業というのもすごい大事なで、ここまでがね、公式ページを見てからのお伝えということで、まあ、今後その GoToEat キャンペーンを今後に備えてっていうことなんですけども、どんな風に使っていくかということなんですが、まあ、ちょっとね、公式ページにも出てた通り、ポイント利用とかプレミアム付き食事券ということになりまして、まあ、対策的なものになってくるんですが、大きく2つあります。 まず一つ目は可能な限り予約ということですね。まあ、かっこ早くということで、これなんで早くっていう風にお伝えしているのかと言いますと、もう見てもらったら早いんですが、それがこちらですね。じゃんということで、こちらグルナビなんですけども、僕が撮影しているのが、11月の13日22時39分時点なんですが、まあ、ちょっとツイッターのトレンドとかにも上がってまして、もう出てる通り現在メンテナンス中です。ただいま一時的に一部のサービスがご利用いただけない状態です。早急に問題解決に取り組んでおります。 まご不便をおかけして申し訳ございませんということでしたね。まあ、多分メンテナンス中というよりかはもう本当に多分サイト自体が重いっていう風になってたと思うんですよ。なので多分メンテナンス中って出て,の出てたのかなっていう風にも思います。で、続いてですね、ホットペッパーグルメの方の公式ページを見てみまして、同じくホットペッパーグルメはめちゃくちゃこの時間帯は重たかったです。今僕が見てる時ですね。 一応、公式ページのところにもこんな風にしっかりと発表がありました。GoTo イットキャンペーン、ポイント加算対象予約の受付は、予算上限に到達したい終了します。2020年11月13日ということですね。まあ、文面はほとんど先ほどの公式ページと同じです。で、ここもちゃんと出ておりました。また、当社が実施するポイントアップキャンペーンによる、ポイント加算対象による予約の受付についても、合わせて近日中に終了いたしますということですので、まあ、基本的には他のグルメサイト、オンライン食薬サイトも、その独自のキャンペーンは、ま、それに合わせて終了 するとというう傾向がほとんどのような感じでございましたねなので、まあ、これを見てもわかる通り、本当にね、もしオンライン飲食予約サイトを使って予約をする場合は、もう今この動画を見てる時点で、予定が今月いっぱい分かっていれば、今すぐに予約してください。もちろんね、無理に参加する必要はないんですけども、まあ、せっかくね、こういったキャンペーンというのはなかなかないものとはなってるので、もし予定が空いてる、じゃあちょっと GoTo イートキャンペーン使ってみようかなっていうのがあれば、まあ、使ってみてもいいのかなというふうに思います。 で、僕が大体行く時間帯とかなんですけども、人が少ない時間帯によく行くので、まあ動画見てる方なら分かる通り、11時半とかに大体お店予約して、お店が大体盛り上がってくるだろうなっていう時に、大体もう食べ終わって帰ってるんですよ。なので、まあ大体時間帯を早くとか、まあ予約は取っても、なんか待ってしまうっていうこともなんか中にはあったりするらしいんですよね。なのでまあそれも踏まえて、まあ空いてる時間帯とか、まあチェーン店ではなくてちょっとしたローカルなお店とかを、まあ、 探してみるののもも結構ありなのかなかいいう,ふうにも僕自身は思いますそして二つ目、こちらも重要ですね。プレミアム付き食事券の販売日時の確認、そして利用ということですね。まあ、これどういったことかというと、まあこれもちょっと公式ページを見てみましょう。まず、この農林水産省のですね、公式ページ、この GoToEat キャンペーンの下の方に下がっていただくと、ご覧のようなプレミアム付き食事券の販売ということで、いろんなまあ全国各地のプレミアム付き食事券のそれぞれの情報っていうのはこのページで出てきます。 で、もしかするとその場所によってはまだ公式ページが出てないところがあったりするので、ちょっとそこは申し訳ないんですけども、ここからアクセスすれば自分が住んでる地域のプリミアム付き食事券というのがいつ販売されていつ使えるのかとか、まあそういったのが出てるので、ぜひそちらをチェックしてみてください。で、例えばなんですが、僕はまあ福岡県に住んでるので、福岡県のまあページを見てみたいと思うんですけども、25%のプリミアム付き 1>, 1万円の食事券を8000円で販売ということで2000円も安くなるんですよね。お得ですよね。で、ちゃんとお知らせの項目も随時更新されてるみたいで、まあ、ちゃんとここもありますね。ファミリーマートでの食事券発見につきましてということで、まあ、結構ね、ニュースでも見てる方多いと思うんですけども、ファインまで発見するその紙が全然足りないっていうことで、まあ、いくら予約ができても購入することがなかなかできないっていうこともあったりするので、まあ、それはちょっとご了承ください。的なお知らせでも結構あったりします。 で、こんな風に、まあ利用期間とか販売価格とかちゃんと出てます。期間に関しては3月の31日まで使えますよということ。で、価格に関しては1万円セットの食事券は8000で販売で 1000×10 枚つづりのものが入ってますよということ。 で、購入制限もちゃんとありまして、一人一回2セット、1万0千円まで購入可能となってます。まあ、購入場所なんですけども、これに関してはまあ地域によって結構バラバラだと思います。全国のセブンイレブンとかファミリーマートローソンにて販売ということで、これはまあ福岡県の場合はこんな感じですよと。で、僕が結構推してるね、購入するならファミリーマートがおすすめですよということで、福岡県の場合はこんな風なスケジュールとなってます。まあ先着受付とか、 店舗支払い発見ということで、僕は一応先着受付の方は行って、あとはもう支払いと発見をするということになってます。で、一応ですね、その GoTo イのプレミアム付き食事券の購入方法は、ファミリーマートが圧倒的というふうに、まあタイトルにも結構持ってるんですけども、まあ結構お得な購入方法というのをですね、こちらの動画でも解説してますので、まだ見られてない方はぜひこちらを見てください。動画内でも話してるんですけども、ファミリーマートで購入する際に、l i n e p y のクーポンが付いてるんですよね、ファミリーマートの。で、それを使って購入すればちょっとお得になります。 ますよということですのでぜひまだ見られてない方は見ていただければなと思います。 まあそんなこんなで今回は GoToEat キャンペーン近々終了について、オンライン試食予約についてということでお伝えをさせていただきました。いやほんとね、僕はまあ先今月と先月ぐらい合わせてほんと GoToEat キャンペーンに関する動画をかなりね、出させていただいたので、本当にそれだけね GoToEat キャンペーンが盛り上がってたんだなっていうふうにはすごい実感はしてます。ですけども、まあ今後はその公式ページにもあったように、まあ現時点ではね、ほんと予約ができる限りいっぱいいっぱい行って、でその後は そのポイント使って、飲食店をどんどん利用していくと。で、もしくはね、プレミアム付き食事券、まだ販売されてないとこもあったりするみたいなので、まあそういったのも使って予約、まあ予約とか、まあ飲食店で、まあ使っていくということですね。まあなくなったらなくなったですごい寂しいですけども、まあ使える期間の間についてはもう全力でね、GoToEat キャンペーンは使った方がいいなというふうにも思ってますんで、普段行かないお店とか、そういったところでね、あこういったお店あるんだなというような結構面白い体験もあったりするかと思いますので、 ぜひまだ GoTo イートキャンペーンで利用したことない方がいらっしゃいましたら、まあ、これまでの動画も一応概要欄にも貼ってますし、過去動画を見ていただければと思いますので、ぜひ参加してみるのもいいのではないでしょうか。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。